KTube をご覧の皆さん、こんにちは、竹岡圭です。相変わらずまだまだ寒い日が続いております。今年の冬は結構なんだかんだ言って寒いですね。はい、まあそんな中ですね、今日はこちらですね、スズキのアルトをご紹介したいと思うんですが、あれ？アルトって見たことあるぞと思った方はありがとうございます。いつも KTube ご覧いただいている皆さんでございますね。もしアルト初めてだけどっていう方はですね、アルトしっかり紹介しました、はい、コンテンツがございますので、そちらをぜひご覧いただこう、いただけると嬉しいなと思います。それでですね、じゃあなんでまたこれアルト持ってきたかって言いますと、その時の車はですね、実はもう本当出てきてすぐの車を持ってきたので、ディスプレイオーディオ系ですね、あのインテリア系が間に合ってなかったんです。でそれが見たいなという声にお答えしまして、今日はですね、それがしっかりついた、モデル、それをですね、いわゆる普通に売ってる車のモデルですね、それ抜き出して持ってきましたので、今日そちらをちょっとねご覧いただこうと思います。ではですね、インテリアのお話をする前に、まあ、ざっとね、外のお話をしたいと思うんですけど、今日こちらに持ってきたのはハイブリッド X というグレード、一番上のグレードになります。でこれはですね、グレードいくつかありまして、AL っていうのと、ハイブリッド S、ハイブリッド X で、まあ大きく分けて4つあるんですね。でこの A と L っていうのは、エンジンが N チャージです。でハイブリッドの、X と X っていうのは、まあ、ハイブリッドって書いてあるようにマイルドハイブリッドになります。でマイルドハイブリッド何かっていうと、 SNA チャージって皆さん覚えてますか？スペーシアの時にあったんですけど、それの進化系になりますね。でこの NA チャージとこの SNA チャージマイルドハイブリッド、何が違うかって言いますと、回生で貯めた、まあ、電気あるじゃないですか。でこの電気をですね、まあ、モーターを介して使うんですけど、この N チャージの方はこの力をですね、走行には使いません。電装品にだけ使う。で SN チャージマイルドハイブリッドは、これを例えば発進とか中間加速のアシスト、要は走行するためにも使うんですね。ここが大きな違いとなってます。で、この先ほどグレードのお話をしましたけれども、ボディカラーもですね、実はグレードによって分かれておりまして、これね、ホワイトルーフのツートンタイプじゃないですか。これまあダスクブルーっていうね、色なんですけれども、でこのツートンタイプは、ハイブリッドの S と X と L のアップグレードパッケージ、この3つで選べるんですね。4パターンあります。で他のモデル、まあ、他のモデルっていうか、このツートン以外も実はモノトーンのやつ8色ありまして、これは、全部のね、グレードで選べるようになっています。だからまあツートンが欲しいなと思ったら、ハイブリッドの S か X か、あとは L でもアップグレードパッケージをチョイスしていただくと、これが選べるという形になりますね。でまあ個人的にはね、やっぱりツートン可愛いなって思うんですよね。でこのね、ダスクブルーっていうのも、こうなんだろう、派手すぎずシックすぎず、私結構これね、可愛くて好きなんですよ。意外とね、女性受けするんじゃないかなと思うんですけど、まあ男性がね乗ってても、そんなにおかしくないですし、幅広いね年齢の方、そして男女問わず、まあ、最近ジェンダーレスでね、すごくあの美しい男性も増えてますから、はい、そういった方が乗ってもね、おしゃれに決まるんじゃないかなと思います。ではですね、この前ちょっとご紹介できなかった、はい、このあたりをご紹介していきましょうね。こちらはハイブリッド X の7インチディスプレイオーディオ装着車になります。ちょっとエンジンかけますよ。私ちょっとここ見ててください。まず、はい、キラリと S のエンブレム、スズキのエンブレムが光ります。でちょっと時間を、はい、ちょっと待っていただくと、くるくるくるっと、はい、車両周辺を直接確認してくださいって、まあこれはまあアイポイントレベルかな。はい、でぐるぐるっとなって、最後上から引いた絵を、はい、見せてくれます。でじゃあこのビューボタン押すよ。でこれでちょっと切り替えますね。そうするとほら、これ360度ぐるりとね、今ね勝さんが立ってるところが映ってるのがちょっと面白いけど、はい、ぐるりとね、はい、こんな感じで、はい、引いて今ね動いてるのを見ても結構現在の絵なんですよ。はい、こんな感じで見れる。でこれもう一回押すと、これ止めることもできる。
でもほらちゃんと現在の絵でしょ、こう傘動いてるのか、鳩も動いてるけどね、ちょっと面白いね。はい、こんなのがありまして、でこのね360度全方位ぐるりと映してくれる、ものが装着できるのはハイブリッド X だけなんですよ。でちなみにこれはディスプレイオーディオなんですけど、販売店装着ナビっていうのがあります。ディーラーさんでつけるナビですね。でそれもこの全方位カメラつけることができますが、とにかく全方位が欲しかったらもうハイブリッド X にしてっていう風にね、覚えておいていただけると分かりやすいかなと思います。じゃあ後のハイブリッド S とか A とか L とかどうなっちゃうのっていうと、後ろのカメラだけになるんです。はい、この違いがありますね。でやっぱりねこう全方位があった方が、まあ車庫入れとか上から見た絵でできます。バックカメラだけだと車庫入れとかも後ろしかわからないので、苦手な方はねやっぱ上から見える方がわかりやすいんじゃないかなと思うんですよね。でそういった方はこの全方位がつけられる方をチョイスされた方がいいのかなとは思いますけど、まあお値段などの兼ね合いもありますからね、そこはお財布と相談してください。で今回ね、いろいろこうあるので皆さんどれを選んでいいか迷うと思うんです。で例えばねここにあの今 USB の電源2つあるでしょ。でこれは全方位とセットなんですよ。だからバックカメラのやつだけだとつけられないから、これ欲しかったらやっぱハイブリッド X を選ぶしかなくなっちゃうんですよね。でもね、ちょっとそこまではなという方は、あとあれだ、このエアコンもそうだ、これもねハイブリッド X だとフルオートになるんだけど、ハイブリッド S だとマニュアルになっちゃうんだよね。でそこまでという方は一つ手があります。L っていうのは、要はマイルドハイブリッドじゃないんです。ただの N チャージって言ったら変だけど、まあ、N チャージなんです。 N チャージなんだけど豪華装備は欲しいよっていう方には、アップグレードパッケージ装着車っていうのを選ぶという手があるんですよ。そうなると N チャージなんだけどいろいろ装備をアップグレードしたものが、付けられるというタイプになりますね。でそうすると、でもこのアップグレードパッケージでも電源だけはつかないんだよな。これ欲しいとやっぱり、X 選ぶしかなくなっちゃうのかな。でもね、例えばヘッドランプは LED が欲しいよっていう方はハイブリッド X このモデルか、L のアップグレードパッケージ装着すれば選べますし、あと例えばシートヒーターの助手席も欲しいよ、でも肉でいいんだよっていう方はその今言ったハイブリッド X か L のアップグレードパッケージ装着車選んでください。で4駆だったらね助手席も全部つくので、逆に運転席だと A 以外は全部ついてくるのね。はい、こういった違いがあります。であとはねヘッドアップディスプレイね、これねちょっとエンジンまたかけるよ、これカラーでね実はこう出てくる。でこれ欲しいとなるとねやっぱりねハイブリッド X 選んでいただかないとダメなんですよね。はい、あと今私キーレスプッシュスタートシステムといって、キーレスでここ押してさっきからかけてますけど、それもやっぱりこのハイブリッド X じゃないとダメなんですよ。だからこういわゆるね最新鋭の装備欲しいよってなったらやっぱりハイブリッド X チョイスしかなくなっちゃうんだけど、まあお財布との相談もあるので、そこは、皆さん、自分のライフスタイルにぴったりなものを選んでいただけるといいかなと思います。さて、ね、ちょっと走り出しましたが、はい、ディスプレイオーディオつけるとこんなのも見れますね。マイルドハイブリッドなのでね、今エネルギーフローということでね、はい、出てますけれども、でですねヘッドアップディスプレイ、これカラーでね、すごく見やすいですよ。だからこうもうね、視線をね下げなくても自分の欲しい情報が取れるので、よりね、運転してて安心感は高いと言いますか、よくねご年配になってくるとだんだんこうお目目の調子もね難しくなってくるじゃないですか。でそういった時にやっぱりねこう視点を遠く近くってこうずらすと結構ね、焦点に合うのにねちょっと時間がかかって大変だなんてお話聞くんですけど、このヘッドアップディスプレイはこのメンターよりも遠くに情報が映し出されるので、要はこう運転してこう見てるじゃないですか。それとこうあんまりねこう焦点合わすのを
一生懸命やらなくてもパッと見ると情報が目に飛び込んでくるんですよ。でしかもね、今ここに、速度制限の表示なんかも読み取って出てくるんですけれども、これがやっぱり出てくるのはこのヘッドアップディスプレイだけなんですよね。だからヘッドアップディスプレイこれまたつけようと思うとハイブリッド X チョイスになってきます。はい、となるとね、ハイブリッド X の高いのばっかり進めるのかって思う方いらっしゃるかもしれませんが、決してそうじゃないんですよ。そういう装備が欲しい人はという、ことになりますね。で逆にね、その安全装備なんかはどうなのって皆さん思われると思うんですけど、それはね、あのついてます、全部のグレードに。ただこのヘッドアップディスプレイはハイブリッド X にしかつかないので、標識を認識してここにパッとねカラーで表示してくれるっていうのはハイブリッド X だけになっちゃいますけど、他のものは、スズキセーフティサポートは全部ね同じものがついてますから、そこはやっぱりね、メーカーとして、ちゃんとしてるところだと思うんですね。どんな車でも安全装備は平等じゃなきゃいけない、そこから先のね快適装備とかドライバーサポート装備は、まあ、皆さんのライフスタイルに合わせてチョイスしていただければいいけれども、まあ、安全は等しくっていうところはちゃんと守って、開発されてるのは偉いなというふうに思います。でね、実際乗ってるとね、いや本当にね、いやすごいんですよ。モーターのアシストってやっぱこんな効くのかなと思うんですけど、こう発進の時のね、このグッとこうちゃんとしっかり力が出てくれる感っていうのがすごくて、だからよく軽自動車って発進の時にほらパワーがないからグッと踏み込みたくなるでしょ。でそれをグッと踏み込まなくてもスッと出てくれるので、そのあたりでもかなり燃費に効くと思います。実はね、もう車って止まってるところから発進するときが一番力使うんですよ。皆さん自転車を思い浮かべていただけるといいんですけど、自転車も止まってるところからグッと踏むときが一番力使うでしょ。それと同じで物を動かすときって止まってるところからやっぱり動き出しがかなり力使うんですよね。でそこをモーターでアシストすることによって、効率よく燃費を良くしようというのがこのマイルドハイブリッドの狙いなんです。なので、これ燃費数値は、WLTC モードで 27.7 になりますね。で普通の N チャージが 25.2 なので、やっぱり普通の N チャージもね、電装品を、改正した電気でやってくれるから燃費いいんですけど、やっぱりこのグッと動き出しとか、こう中間加速なんかでグッと加速しなきゃいけないなんていう時にこうモーターを使ってくれると、だいぶね、燃費が抑えられるということなんですよね。でマイルドハイブリッドなのですごい大きい電池積んでいるわけではないから、重量的にねすごい電池のせいで重くなったっていうようなことはないわけですよ。でまあこういった軽自動車ってやっぱりこう日常街中メインで使う車ですから、まあそういうところには何があるのかなっていうことを考えての、チョイスだと思います。でやっぱり最小回転半径がね 4.4 ってちっちゃいとか、まあそういったところはね、使いやすさとしてしっかり入れてきているので、まあずっとね軽自動車作り続けてきてるメーカーなので、何が必要か何が欲しいか、この車のニーズを分かった作り方になってますよね。でね、スズキの軽自動車の特徴としては反応が私早いことじゃないかなと思うんです。でそのね、神経質すぎるほど早くはない、だからびっくりしちゃう感じはないんだけれども、ハンドルこう切った時にスッとこう車が動いてくれる感じ、例えばねこう車線変更する時にスッとこう動いてくれるんですよ。びっくりするほどじゃない。でやっぱりね、こうびっくりするほどじゃなくこうスッと動いてくれるのって、万が一よ、こう避けなきゃいけないなんていう時に私効いてくると思うんです。でこういうところのハンドリングは一発でこうスーッと決まるし、はい、このあたりのね運動性能の作り込みはねさすがだなっていうふうに思います。でまあもちろんね、アルトって軽自動車の中でも非常にベーシックなモデルなので、とてもねあの高級さが売りとかいう車ではなかったりするわけですが、やっぱりね、あの先代のアルトっていうのはやっぱある意味ね軽さを追求していたので、とにかく軽く、ある意味なんだろうな、言葉は悪いですけれども乗ってても軽いなっていう感じがあったわけです。で
今回のやつはね、その一歩上行くやっぱり上質さっていうのをこうちゃんと追求していて、長く付き合っても飽きないぞみたいなところを狙っているんですよ。毎日がこうちょっと豊かになるような、だからね、こうあんまりこう軽いぞっていうよりは、なんかしっかりしてんなとか、ちょっと上質だなとか、一クラスね、上を狙う、まあ、方向的にはそちらの方向を狙ったような車作りをしてるっていうのが乗ってても伝わってきますね。そこはいいとこだなと思います。でね、街中走ってると見てこれどんどん電気溜まるのよ。で、今ほらこれ両方使ってるの分かります？今軽く踏んでるだけなんだけど、効率よくね使ってくれるの。だからこう燃費が抑えられるんですよね。で、ハイブリッド X はヘッドランプなんかも LED 化とかしてたりとかして、まあ、使う電力の量をね、いろいろ落としています。で、今の車って安全装備とかもそうですけれども、まあね、車どんどん重くなりがちなんですよ。いろんなものトッピングしなきゃいけないから。だからなるべくねベースは軽く作りたいっていうふうにどこのメーカーさんもやってるんですけれども、そのあたりね、鈴木さんって軽く作るのもお上手なので、うまいバランスが取れてるんじゃないかなと思います。なんてね、なんか今日すごい真面目な話した感じするな私まあたまにはこういうのもいいのかなと思いますけれどもね。はい、ちょっとそんなことを考えながらこう毎日にね優しい車に仕上がってるっていうのを再確認今日はさせていただきました。というわけで今日のドライブはいかがでしたでしょうか。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また一緒にドライブしましょうね。またねー。